メルヘブンを見るときは部屋を明るくしてなるべくテレビから離れて見るっす。ディメンションはマジックミラーリング。今から盗賊ギルドに属する全ての者にこの姿を見せる。これを奪い手に入れよ。持ち主は殺しても構わない。生きているウェポンアームバッボだ。モク様、これは、やはりあいつはレア物だったか。報酬は1億ピュータ。一生遊んで暮らせる額だ。どうするよ、スタンリー。手に入れよ、バッボー。ルーと戦ってもしものことがあったらどうするつもりだったんだい。それはそのこんなあ母ちゃん、心配かけてごめんよ。母ちゃんか。よし、夕飯にすっか。おい、銀太。おい、キリ。返事せんか、バカ者。いつものアホ元気はどうしたのだ。フリ、かかってこんか。おい、銀太、大変だ。こっち見てくれ。わしに子供ができた。なんちゃってな。バッボ男じゃん。ほれ、食え。いっぱい食え。ここにいたんすね。飯の準備できたっすよ。うん。どうかしたんすか。あのさ、ここ何点だ。何点だって。ここの世界の名前さ。ああ、それならメルヘブンっすよ。メルヘブンか。そっか、メルヘブンって言うんだ。君の思い描いた夢集めるヘブン、無限に広がってゆけ。大切なものをなくして、悲しみにただ心が枯れ、この番組はコナミとご覧のスポンサーの提供でお送りします。信じられないっす。銀太は本当に違う世界から来た人間だったんすね。うん。その世界ってこことはどこか違うっすか。もっと人がいっぱいいる。
ビルとか家とか学校があって、電車とか車も走ってるし便利だ。不思議な気分だ。元の世界で夢の国の話を小雪にたくさん聞かせていたように、憧れの世界にいる今は向こうの話を同じように聞かせている。異界の人か、すごいっす。どうやってここへ？扉入った。何の扉？わかんない。その扉は今どこ？知らない。アームっすね。アーム？アームにはいろいろな種類があるらしいんすが、それは違うところに出たり入ったり移動できるディメンションアーム。そいつは海を越えた大陸だってワープできるらしいっす。きっと銀太はそれ系の強力なやつでこの世界にワープしたんすよ。まったく、迎えに行ったジャックまで来ない。銀太ちゃんにあったかいうちに特製スープ飲ませてあげたいのに。俺さ、ここみたいな世界にすごく憧れていたんだ。ワクワクした気持ちだけでここに来た。すっげー楽しいし嬉しいけど、母ちゃんに何も言わねえで来ちまった。心配させちまってるよな。ジャックとジャックの母ちゃん見てて気づいた。俺ここが大好きだ。でもずっといるわけにはいかない。心配させてるやつ、待たせてるやつ、会いたいやつがいるんだ。だから俺はこの世界を歩き回るぞ。元の世界に戻るためのアームを探す旅だ。面白そうじゃな。わしも忘れた記憶とやらを取り戻したいところだ。改めてお供させることを許すぞ、銀太。わーい、バッポのお供にしてもらっちゃった。じゃねえぞ、なんだ。そうだそうだ、これ、このリアクションを待っとったんじゃ。いいっすね、旅っすか。オイラも行きたいっすよ。知らない土地に行けばきっと初めて見る野菜や作物もあるんすよね。でも母ちゃんや畑を残してオイラ行けないっすよ。おわ、かっこいいよ、おばさん。もらっていいの？ああ、ジャックのお下がりだけどね。ありがとう、おばさん。俺こういうの欲しかったんだ。似合ってるよ。もう少しゆっくりしてったらよかったのにね。それから、お、ジャック持っておき。な、何言ってんすか母ちゃん。母ちゃんをなめんな。あんたがいなくて困る私じゃないよ。心配されるほど年じゃない。銀太ちゃんが私たちを助けてくれたように、お前も銀太ちゃんを助けるんだ。母ちゃん、さようなら母ちゃん。ただし少しでも早く母ちゃんを安心させてくれ。子供の心配をしない親なんていないんだ。必ず元気で帰るんだよ。不思議だ。不思議っす。確かに不思議じゃな。お前が不思議なの？お前なんじゃ。種類は多分ウェポンアームになるっすよね。武器としての分類はハンマーに鉄球がついている。いや、こいつどう見ても剣玉だって。なんすか剣玉って。ん、見てな。あ、おい、だだだだだ、うん、だだだだ、おい、やめろ、ちょ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 っと待て。フィニッシュ。うわあ、おお、な、剣玉。いや、なにかブレモン。大きくなったり小さくなったり、オイラのスコップとは全然違うっすね。あと気になるといえば、ハンマーの裏表に開いてる8つの穴。でも
一番の不思議は何が悪いんだよ。生きてて喋るってことなんすけど。これうめえな、ジャック。昨日まいてた種のだよな。一晩でこんなに実ったのか。そうじゃ。すげえな。オイラは作物や植物が大好きなんす。薬になる草を育てたり、一晩で実る芋を作ったり、楽しいっすよ。夢は天まで届くツルを育てること。高いところから世界を一望してみたいんすよ。いい眺めだろうな。それ俺も登ってもいいか。オーケーっす。まだオイラの背丈くらいだから、いつになるかわからないけど。全然オーケーっすよ。ここがパズタウン。ここなら大抵のものはあるっす。アームを売ってるやつもいるっすよ。あれ。こっちはどうだ、銀太。どうだ。それ高いよ、坊や。銀太、何しに来たんすか。銀太、来てるか。あそこで聞いてくるっすよ。おじさん、ディメンションアーム置いてるっすか。何？ディメンションアーム？そんな高いものをこんな店で売ってるわけないだろうが。そうなんすか。あれ使って行きたいところでもあんのか。うん、異世界。どうだった、ジャック。これで医者に見てもらえて500ピューターもらった。儲けたではないか。複雑っす。バッポの封印の地から一番近い町はここ。きっとここに来るはずなのよね。空間移動型のディメンションアームですか。あいにく在庫を切らしておりますね。オーダーいたしますか。どのくらいで入るの。そうですね、4年くらいお待ちいただければ。そんなにかかるんすか。おや、待てない。そんなあなたには空間消失型ディメンションアームをおすすめいたします。能力は移動型より劣りますが、壁に穴を作り隣の部屋の女の子の入浴も覗けます。それ悪くないな。問題はバレる。だから誰も買いません。帰るっすよ、銀太。ディメンション？あるわよ、そこにね。檻の中に入れてんだ。防犯よ。うちに置いてるのは高級品ですから。20万、80万、200万ピューター。ちなみにオイラの野菜の売り値は1個100ピューターっす。違う、俺が見たやつは目が十字で舌を出している形をしてた。え、モンバンピエロ。ディメンションアームの中でも最上級クラスよ。それとても売り物として出されるようなアクセサリーじゃないって。能力を知ってる人も見た人もほとんどいないんじゃない。持っているといえばどこかの王様とか魔女とか、それを貯金している作り主くらいね。銀太、ラッキー。は？こんなにすぐに見つかったらあっけねえ。楽して手に入る幸せなんて小さいよ。飯だって腹減って腹減ってそんで食った方がうまいじゃん。ああ、元の場所へ帰らなきゃいけない。だからってあっけないのはごめんだ。俺のワクワクはまだ止まっちゃいない。最低でも一緒に豆の木に登るまではいてえよな。あ、銀太。なあ、ところで美しいお嬢さん、わしをいくらで買う？えぇ！ドア！
興味深いぞ。あんなものがそんな額か。なあお嬢さんならわしをいくらで買ってくれる？いい加減にしろ。あこら待て待てこらちょっと。あれアームよね、生きてる。冗談でしょ、モンバンピエロより希少かも。値段なんてとてもつけられないって。いくらだったら私に買われてくれたのかしら。スケベな言い方すんな。誤解するな、ブレモノ。わしはただ自分の価値をじゃ。やめるっす。けん玉だ。あ。間違いねえぞ、これだ、バッブ。うん。1億ピューター。持ち主は子供が2人。楽だね。誰だよ。なんか用？用なら終わりさ。俺たちはスタンリー盗賊団だ。ギンタ！ギンタ！あら、結構重いわね。静かにしなさいよ、うるさいわね。行くわよ。大変だ！アルビスに知らせないと。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。